ね、急にひょっこりはんで滑るかと思って心配だったんですけども。ね、はい、まあ、まさか田村君が持ってきてくださるとは言うということですが、はい、やっぱね、相棒なんで、相方だからね。そうですね、はい、相方だから。ではまずはもう名古屋の皆さん、今日初めてご覧いただけるということですので、うん、そうですね、はい、イケメンプロゴルファー役を演じられました。そうか、田村さん、ご挨拶お願いします。はい、はい、イケメン、プロゴルファー役を演じさせてもらいました、岩原亮を演じさせてもらいました、田村幸恵です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、楽しみですね、今日見ていただくのは。はい、写真タイプだったんですけど、写真、はい、そうですね、今日初めて見るよって方、うん、ね、でもほとんどですよね、あのこれでね、はいはい、あの完成披露試写会があの新宿ピカデリーの方でありまして、はい、名古屋の方はね、初めてなんで、はい、いやー、どんなね、風に皆さん見ていただくのかということで、本当に田村君がイケメンなのかどうかこうな、みんなイケメンだと思ってますね、僕のこと。少ないよ、確かね。ありがとうございます。でもね、たまたまファンの子たちは、僕のことラブなんで。はい。反応がないよ、反応がないよ。けど、たまたまのことラブなんで、はい、ちょっとね、キスできる餃子、キスするのみたいな感じなんですよ、きっと。ちょっとドキドキされてますかね。ね、ドキドキじゃなくて、私の田村君はって感じですよね。そんなことないです。そんなことない。みたいですけどね、あれ違った、はい、違いましたね、僕の想像と。そうですね、さ、はい、そして、はい、ゆうひさんはこの足立梨花さん演じる陽子の元旦那さん、はい、ダメな旦那さんを演じられたということで、はい、はい、一言ご挨拶お願いいたします、はい、陽子の元旦那役を演じさせていただきました、ゆうひです。そうですね、出演シーンは、それほど多くはないんですけども、はい、まあ、ちょっと服装が独創的だったりとか、はい、バーンともう殴れるシーンがあるので、うんうんうん、まあ、そこをどういった感じで演じようかなっていうのを考えていたんですけど、はい、まあ、結果、現場入って監督と話し合ったら、まあ、結構監督の考えてたことがちょっとすごくて、うん、分かりました、全力でやらせていただきますっていう感じでしたね。全力でやった結果を今からね、ちゃんと見届けていただきたいなと思います、はい、それではちょっといろいろね、はいはいはい、いろいろお話を伺っていきたいなと思うんです、はいはい、これでフラッシュはちょっとやめていただきたいなと思います。お願いいたします。目のシャッター、心のシャッター目のシャッター、羽ばたきシャッターシャッター相当な数を打たなきゃいけなくなるんで、心のシャッターでね、はい、ありましたけども、はいはいはい、うん、イケメンプロゴルファーとちょっとダメな元旦那さんっていう逆のオファーが来た時は、はいはい、田村さんはまずどう思いましたか。いや、もう本当、実はこれね、裏話なんですけれども、はいはいはい、このオファーが来る直前にドラマの僕撮影やってました、1ヶ月間、うん、でちょうどクランクアップして、ね、お疲れ様ですって言って花束もらって帰る時にマネージャーの電話があって、で、ちょっと田村、ちょっと明日、ちょっと東京残ってほしいんだけど、あ、今日東京残ってほしいんだけどって言われて、なんでですかって言ったら、いや、映画が決まるかもしれんって言って、マジでありがとうございますって言って、で、今回、畑監督がこの映画をやるってことで、田村にオファーしたいって来てるんだよって言われて、僕、畑監督にね、一回もまだお会いしたことないのに、すごい嬉しいですって言って、ついに俺の評価が認められたかと思って、一回も会ったことなかったんですけど、はい、そう、で、そしたら、いや、でもね、事務所的には一回ストップしたんだよって、ちょっと待って、どういうことですかって言ったら、はい、今回イケメンプロゴルファー役だから、はい、事務所的には田村じゃないと思うんだよねって言われていやいや待て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 と、いやいやいや監督が俺にオファーしてんだら俺でいいじゃんっつって、いやでもこれ田村じゃ無理だと思うんだよということで、勇気を明日一緒に送り込むからまだどっちになるか分かんないけど明日顔合わせしてきてって言われて、おいおい、そんなひどいことあるかよと思ってまさかそういう事務所 NG っていうのもあるんですか。そうそう、まさかね、普通事務所はね、僕もちょっと心複雑だったんですよその全部聞いてたんで、うん、タウンに行ったけど、うん、もしかしたらってことがあるからちょっと行ってみてって言われたけど、そうそう、いやいや、これ複雑でしょ、多分絶対ね、そういう気持ちで言ってるから、俺が邪魔するのもどうなのって。私さ、俺も心的にきついよね、俺イケメンじゃねえってさ、言わなきゃいけないからさうん、すごい複雑な気持ちで行ってまで行った当日はもう本当にありがたいことにゆうひくんはわりかし無口なんで、はい、もう監督に会った瞬間が俺がもう論破ですよ、思ってたいやー絶対僕使った方がいいと思うんですけどねもう勇気の入る隙もないぐらい。なるほど、口で任したわけですね。うん、で、それで
元旦那さん役をゲットしたってことなんですね。そうですね。で監督もねやっぱりあの気まずかったからねやっぱ田村君にしたら勇気ねわざわざ名古屋から優君来てくれてるのにっていうことで、うんね、だからそういうことがあったのでちょっと今回出させていただけたという。あ、なるほど。でも、はい、本当にユイさんはイケメン役で本当にイケメンだからいいんですよね。おーおーおー言い方にそれは拍手をするな。ありがとうございます。難しいぞ今のは。言い方にとりあえずですよ、皆さん笑ったっていうことで多少こうどういうの、本当のみたいな、なんか俺が間違ってるイケメンみたいな、ちょっと目離れてるだけでしょでもフォローをさせていただくと私も拝見したんですが、この映画を見ると、はい、田村くんってイケメンなんだって。じゃあやっぱり普段は違うんだよね。違います本当に。あ、イケメンだっていうふうに思っていただける。いやでもそれだったら嬉しいですよ本当に。はい、そして、まあ、今日はパネルを持ってきていただいたんですけれども、うん、足立梨花さんがシングルマザーの役ということなんですけど、はい、初共演ですよね。そうですね、うん、初共演ですね、はい、2人。イベントとかでは一緒にさせてもらったことはあるんですけども、うん、こういう作品ということでは初めてですね、はい、じゃあ共演してみて田村君いかがでしたか。いやでも本当に、いや僕はあの共演させてもらって最初、ね、女優さんだから難しいかなって、このどうやって接していいかもわからないし、うん、あのどうかなと思ったんですけど、もうすごい明るいし元気だし、うん、そうで、あの何よりもね、年は僕の方が上なんですけど、はい、あのすごいしっかりしているお姉さん的存在なんで、本当にいつも僕が大体ボケ倒してリカちゃんがしっかり突っ込むみたいな、うん、あの田村うるせえぞみたいな、うん、あ、そういう関係性ですか、ね、田村静かにしてはいみたいな基本そういうあの和気あいあいとした、へー、うん、すごい現場 でやっぱりあのすごい、なんていうんだろう、作品に対するその意識とか、うん、プロ意識がすごいので、僕もすごいその今回の映画にあたってそのシーンとかで悩んだら、まあ、リカちゃんに相談して、なんか2人で、まあ、相談し合いながら、あ、じゃあ私こうやってやるからあのこうするみたいな、うん、じゃあ俺こうやってやるわみたいな、結構すごい、あの二人三脚、二人三脚で合ってると思います。ニコイチみたいな、ニコイチ、うん、はい、そういう感じでやりましたね。うん、じゃあもう化学反応というか、そうですね、全くキャラも全然違うので、うん、うん、だからね、そういう意味では、でも毎回リカちゃんの口癖は、ああ、夕日だったらよかったのに、夕日のがイケメンだわそうなんですよね、ピチェ君。そうなんですよ、はい、めっちゃ言うじゃない。言うつもりなかった、めっちゃ言うじゃない、心の声が。ね、それみんなに言われてるから気まずいだよ俺も、うん、勇気だったなって、うん、誰今注射人ね、ゆうさんはその、はい、足立さんとは元夫婦の役なので、はい、2人で実はデートするシーンなんかも、そうですね、あの回想という形で、うん、昔2人でデートするシーンとかあったんですけども、うん、あの時のゆうさん、ちょっと本当に皆さん注目してみていただきたいなと私は思うんですけど、はい、演じてみていかがでしたか。そうですね、デート、まあ、そのお付き合いをしているっていうシーンだったので、うん、まあ、その一緒に手をつないだりとかこう抱き合ったりとかっていうようなところがあるんですけども、まあちょっとドキドキしちゃいましたよ。うわー、やっぱこいつ本当ゴリラだからやっぱもうね、普段そんなことないので、うん、あのいや、そういうシーンを撮るのも僕初めてかな、うんうんうん、そしてちょっと色っぽいシーンは初めてですか。まあ、あ、でも前に1回はあったんですけど、はい、そのデートっていう形が初めてだったので、うほほう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 、こんなにはならないですけど、まあ、ちょっとなってたら作品としてもうダメだよこの映画ちょっとドキドキやってましたね。のゆうひさんのこう佇まいがすごくちょっと面白いので、あー、やっぱゴリッてたってことですか。いやー、ゴリッてたっていうよりちょっと本当ダメ感がすごい。あー、でも確かにね、そういうゆうひすごいね、はい、やっぱ上手かったですよね。上手かったです、うん、そう、ダメ感を出すポイントってあるんですか。ポイントですかだって素がダメなんですね、はい、ダメ人間がダメなことをやってるんですごい簡単だったです。そうですか、そのままで。いやいやで、お互いですか、その、まあ、共演してお互いの演技をこう完成したものを見て、田村君はゆうひさんのその、いやでも、いや僕は本当ね、ゆうひ、いやすごいいいなって思いました本当に、うん、あの本当にしっかりダメ感が出てて、うん、なのにイケメンっていう、うん、ちょっと服装も気になったりしたんですけど僕は。服装はもう監督と相談し合ってこっちの方がちょっといいんじゃないっていうのを一緒に話し合いながら選びましたね。そしてゆうひさんの出てるシーンはあの平松健人さんが、
あのシークレットゲストの隠れボイメンと言われている、はい、あの平松健人が出ていますから、はい、うん、ここは見逃していただきたいなと思います。そうですね、よく見ないとわからないかもしれないですね。ギリわかる、ギリわかる。やっぱ監督のやっぱり配慮で一瞬ちょっとフューチャーしてくれてるから。そうケントの監督の愛が、愛があるので、ね、うん、はいはい、瞬きしない方が。そうですね、うん、基本瞬きしない方が、はい、いいですね。ユイさんはどうですか、そのイケメンプロゴルファー岩原亮を演じた。そうですね、はい、まあ、普段の僕メンバーなので普段の田村を知っているんですけど、田村って言われるとなんかドキッとするな。なんか初めてなんか田村っていう取材も入ってるからなんかそういった方がいいかなと思って、まあまあ普段のタムタムの性格とかこういつもの行動を知っているので、その今回見て本当にこの映画に関しては多分イケメンだなって思いましたね。ユーヒにイケメンって言われた。イケメンにイケメンって言われました、ね、やべえ嬉しい。ね、あのだから足立梨花さん演じる陽子と田村くんが出会うシーンというのが、あのね、あのね、でもあれはね、あの CM とかね、番宣でも出てますから。いやでも見事にね、ちゃんとエフェクトっていうね、あのキラキラみたいな効果あるじゃないですか。あれしっかり入れてくれてるんで、うん、イケメンに見えてるっていうのがね、はい、すごいんですよ、やっぱね、いやプロがやると違う、やっぱ、ね、うん、完璧に見たら騙されますね。まあ、こら騙されさあ、ということでここでですね、なんと今日は急遽もう一方ゲストにお越しいただいているんですよ。はい、本当に急遽ですということで、皆さん大きな拍手でお迎えください。畑武彦監督です。ちょっとお盆のものは気になりますが、その前にちょっと監督一言それ持ちながら、はい、本日はお忙しい中ありがとうございます。キスできる餃子の脚本と監督を担当しました畑武彦です。本当はですね、今日は来る予定ではなかったんですが、はい、今日はあの別件で名古屋で会議がありまして、はいはい、会議の途中にちらっとツイッター見たらキス餃子の公式ツイートが、あの今日畑も出るって書いてあって思わずそのままリプライで僕も出るんですかって、あの返したら、あ、すいません間違えましたっていうのが来たんですが、 でもまあ名古屋にせっかく来てるので、はい、なんか余計なあの時間を使わせてしまうのも悪いなと思いながら、いい一応来てみたら、いい、はいはいはい、結構田村くんがひどくて、なんですか、なんですか、監督、もう本当にあの田村くんがひどくて、監督、はい、じゃあ説明してください。はい、監督が今持ってらっしゃるのは、はいはい、まあ、キスできる餃子という映画ですから、なんと餃子をはいはい、持ってきてくださった、はい、ということなんですが、これはもう田村さんに説明してもらいましょうか。はいはい、あの、はい、実はですね、このね、あの舞台挨拶が始まる2時間前ぐらいにですね、まあ今日本当はこれなかったんですよ。でやっぱせっかく今日ね、あの楽しみにしてくださってるファンの方もいらっしゃいますし、せっかくならなんか面白いことやりたいなと思いまして、田村を思いつきました。あんまり面白くないです。ほら、みんな聞けば面白いからで、やっぱキスできる餃子ならやっぱ餃子を使ったものなんか面白いワンコーナーできるんじゃないかなと思いまして、うん、だったらロシアン餃子をやろうじゃないかと。おお。でしょ、みんな拍手よ、ここみんな楽しんでるから普通にベラベラさ、俺が焼きた田村とかね、なんか言っても面白くないでしょ。そんなに期待しないでしょ。声少ないな。うん、うん、でね、まあそういうことでせっかくなら面白いことはみんなも見たいじゃん、ね、見たい、うん、ね、はい、見たいよね。だからね、こうロシアンルーレットをやって、はい、1個だけあんなにセーフがあります。要は普通の餃子、はい、ノーマルのノーマルの餃子があります。3つのうち、この3つのうち2つは外れってことですね。そう、2つはあの外れなんで、わさびが入ってるんですけども、はい、あので、まあそれで、ただね、こう、あ、俺外れだ、じゃあ面白くないじゃないですか、ですよね、皆さん。それだけではない。ロシアンルーレットだけではない。だから、このハズレを引いた2人、やっぱこの映画のタイトルは何ですか？せーの。キスできる餃子。ってことは、やっぱり、この、ね、普通のキスだと、やっぱちょっと面白くないんで、やっぱこの餃子を、普通の餃子なんですけど、を使って、やっぱ、ね、皆さん、ポッキーゲームって知ってます？
ほら盛り上がりなさい、ここだよみんな。ほら、あんたの見てくださいよ、この盛り上がりを。だから、あの大きい餃子のこと、大きい餃子やってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあもう一回言いますと、3つの餃子でまずロシアン餃子をやります。そしてその外れちゃった2人にさらなる罰ゲームで、罰罰ゲームなんですよ、これ。はい、大きい餃子というものこれ、ある意味僕罰ゲームだけしに来たみたいな。本当に監督が一番かわいそう、罰ゲームだけしに来たなんて。何の陰謀なんだと思って。大丈夫、監督、当たりを引けばいいんですか。はい、そうですよ。はい、だけどみんな想像してみて、監督と夕日がやってたら面白くないですか。何その組み合わせってなるけどね。俺はこれ多分相当バズると思うんですよね。皆さんこれしっかり今、いや、しっかりニュースにしてくださいね、皆さん。これじゃあ、ね、まあ公平にじゃんけんで。そう、だからこれどこに入ってるか分かんないですよ、佐々木さんにね、入れてもらったんで。はい、だからここはじゃんけんして、で順番に選んでって、うん、せーので食べましょう。はい、俺グー出すから忖度というもの。じゃあ監督でお世話になったということで。アイコでじゃあ違う、アイコ本当にグー出すからね。わかりました。本当にグー出すよ。本当にグーですよ。わかりました。そこはやっぱりね、監督にお世話になって、やっぱこれからもやっぱり監督は長い付き合いで、僕は本当旗組に入るのが夢なんで、僕は。はい、だからそこ気使っていきます。いきますよ、最初はグーでいきましょう。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん。キュー、ひどいね、マジでひどいね。オリガンの面本当ひどいね。で、俺ちゃんとグーを出すよ。ここまでいいんだよ。見事にちゃんと息揃えて。でも本当に2人もどれがわさび入りか知らない。いや、もう分かんないです、分かんないです。なもうどっちでもいいですよ。最初はグー、だけ、ポイ、はい、グーでしょ。じゃあ、はい、ゃあこういう順番で、はい、行っていきます。はい、じゃあ、お箸を持っていただいて。はいはい、田村君、じゃあまずどれにしましょうか。これね、みんなどこがいい？手前か真ん中か奥。真ん中。真ん中。よし、じゃあ真ん中行きましょう。はい、で、待ってね、ちょっと取る前に選んでもらいましょう。そうそうね、取る前に。はい、ゆうひさんはどうでしょう。はい、真ん中。どこがいいかな、どこがいい、前か後ろか。手前。あ、後ろ。はい、後ろ。監督、前ということになりますね。はい、もういいです、もう残ったやつ。はい、はい、では、一斉に。多分、下の方についてると思うんで、見ずに。見ずに、そこについてんだ。ひょいと上げてくださいね。うわー、怖え、なんか自分でやるって言ったのに怖え。こっち、監督はこっちです。うん、手前ですね。では、せーのでいきますよ。待って、おっと、俺、何だろうな、逃げてる。ちょっと待って、おい、これやばいぞ。おい、やばいぞ。では、もう遠慮なくいきますよ。せーの。うわっ、ということは、はい、この後、はい、この後もう一個餃子があります、はい、まだ罰ゲーム続きますからね、はい、キスできる餃子、大丈夫ですか。涙出てきた。控えめにしたはずなんですが、この後まだありますから、はい、ということで皆さん、見ていただいたように畑監督と田村くんでキスできるポッキー餃子をしていただきたいと思います。はい、監督、はい、一番いい流れ来てますね。はい、よかった、監督に当たってほしかったですね。やっぱ俺ら監督に入れてもやっぱりそこはね、やっぱデキレースにはしたくないじゃないですか。はいはい、これ分かりましたよね、デキレースじゃない、やっぱ持ってますね、監督が。はい、っていうか俺グー出すって言ったか、まあまあ。いろいろごねていらっしゃいますが、じゃあ、じゃあ、じゃんけんにしていきますか。皆さん、シャッチャッチャ。いや、これはあのポッキーゲーム、皆さんご存知のように両端からということで、両端からね、よろしいですか。いや、ゆひくんに手伝っていただいて。じゃあ、わかりました。じゃあ、監督、受け身がいいですか、外も攻め。キシリできるって言うの。監督、攻めるわ。マジ、うん、なんか逃げちゃダメですから、ね、何がちょっとだけパクっちゃもうそれダメですから、ね、うん、ちゃんと攻める側はちゃんと。これはね、お二人がどこまでやられるかというのはお任せしますので、皆さんどこまで行ってほしい。ん、最後まで。そうですね、タイトルがキスできる餃子です。見たくないでしょ、そんなの。見たい、見たい、マジ見たいですって、家族。
では、ま、田村君からパクッと。ちょっと受け身初めてだな。そんなに出てるの？いや、そんなに出てるの？それ短いからもう。え、そんなに出てるの？いや、監督、じゃあ、あの、勇気を振り絞って。マジで？あの、監督待ってます、監督。これ食べるの？俺結構変わってほしい人いそうなここはもう皆さんの代わりに監督お願いいたします。じゃあ、いくよ。はい。びっくりしてるじゃない。あ、そう、そうじゃない、違うね。皆さん見えました？見えました？見えてない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 ？正面の方は見えましたよね。そうですね、今日はあの、はい、皆さん記者の方入ってらっしゃる。監督、はい、あのポッキーゲーム知ってますよね。あれって一発いって取り上げありますか？あれって山田ポッキーゲームちょっとあの50歳なんですけど今までしたことがなくて。いや、そうですけど、それは何普通こう、ちょっとずつこう、じらして、じらして、こう、行くのか、行かないのか、みたいなこう。あ、もう、俺、多分、すごい来たもん。俺が唇だとすると、で、これ監督の唇だと、こう来たもん。ちょっとね、ゆっくり行くほど強くない、ね、いやいや、男らしい、男らしかったですね、監督。まずはでは、最後のご挨拶ということで、ゆいさんからお願いいたします。はい。はい、今回、宇都宮の餃子が、まあ、こうメインになってくる映画ではあるんですけども、まあ、その中にも、いろんな家族の、話だったりとか、まあ、その今ねこうな、どうやって今後、まあ、こう夢を叶えていこうだったりとかっていうのをちょっと悩んでる方にもちょっと後押しのできるような、映画になってますので、皆さんぜひ、楽しんで見ていってください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。続いて田村さんお願いします。はい、まあね、今まで散々いっぱい遊んできましたけれども、この映画はやっぱりその宇都宮メインで、まあ、やってますけれども、そのなんて言うんだろう、その本当にこの映画に携わってる人たちの愛とかがすごい詰まってるんですよ。で、この映画間違いなく多分皆さん見終わった後に多分絶対餃子が食べたくなると思うんですけど、だからその時にね、皆さん今日友達と言ったらポッキー餃子やってもらって再現してもらえばいいかなと思いますし、まああと僕が演じるそのイケメンプロゴルファー、まあ果たしてね、どういう役なのか、そしてどういう思いを抱えてるのかっていうので、ね、注目しながら見てもらえると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは監督、締めていただきましょう。はい、お願いします。本日は本当にこんなたくさんのお客さんにおいでいただいて感動してます。今日はありがとうございます。キスできる餃子、デートムービーとしても最高の映画になったと思いますし、ご家族でも安心して見ていただける映画になってます。今日の舞台挨拶はすいません、こんな感じで大変見苦しい一部もございましたが、映画の中ではですね、田村くんも優秀くんも普段とは別人のようなキャラクターになってて、はい、さすがプロの役者でもあるんだなというふうに皆さん思っていただけると思うので、どうか楽しみに見ていただけたらと思います。そして、映画の正直な感想をできれば、SNS などで拡散していただけると、スタッフ一同幸せです。どうかよろしくお願いします。本日はありがとうございました。